福助旅の歴史は古い。1882年、福松という名の青年が大阪の堺で旅装束商丸福を創業。手縫いで高価だった足袋の量産化に成功し、瞬く間に日本一の旅ブランド福助へと成長しました。ここ香川県観音寺の四国福助は福助の重要な生産拠点の一つ。1941年の工場開所以来、足袋作りという伝統を脈々と受け継いできました。伝統を守るのは簡単なことではない。それでもなお四国福助は変わらぬ足袋作りを守り続けています。それは受け継いできた伝統技術と品質に揺るぎない自信とプライドを持っているから。仕入れた生地の色味や品質を厳しく確認。裁断しやすいよう生地をまっすぐに伸ばす。旅型を使って生地を余すことなく裁断。小ハゼをかける糸を通していく。小ハゼをつける部分にコテを当てる。一部分に薄い生地をつけて厚みを調整する。親指と人差し指の間を補強する。小ハゼがけ糸の上を押さえ縫いする。足袋の種類に合わせて小ハゼを並べる。並べた小ハゼをしっかり縫い付ける。足袋の表生地と裏生地を縫い合わせる。親指側と四つ指側の生地を甲で縫い合わせる。縫い上がったものを表返しにする。生地が伸びないよう小ハゼがけ糸の横を縫い、かかと部分を丸く縫い合わせる。ギャザーを取ってつま先の膨らみを作る。底地をぴったりと縫い付けていく。底の周囲をかがって補強する。つま先まで美しく返して木型で成形。専用プレス機で足袋のシワを伸ばす。手作業で丁寧に袋詰めして検針機へ。技術があるから品質が守れる。自信があるから全て見せられる。人から人へ受け継がれていく福助の足袋作り。伝統は生き続ける。